まあ、40歳の時から豊島はあのスペインに行く。それでスペインに行くことによって豊島というのは実は日本でも芸術家として一つ行き詰まってて命の危機にあったと。それが三島由紀夫の自決によっていろいろとその精神的に抜け出すことによって今度はだから豊島としてはね多分初心に戻ったんだと思うんだよ。で豊島がその芸術家としての初心に戻るということは豊島はもともとあのその何て言うの陰と陽の対立それから明と暗そういうものの対立としてベラスケスの絵画をもともと学生の時から一番すごくそのなんだろう絵画の神として尊敬してたわけで、そのベラスケスの絵画を本当にあのプラド美術館で直に毎日見ながらその本当に会得したいというだから要するに豊島にしてみれば初心なんだよね。その初心に戻ることによってもう一回芸術家として自分はやり直そうということによって、まあ、豊島は立ち直ったんだけどそれがあの結果としてはスペイン行きということになったということだね。だから豊島はスペインによって命を救われたということが言えなくもないということだ。でそのベラスケスの絵画が好きであの要するに1年間の予定で豊島はそのベラスケスの研究でスペインに行ったんだけども行ってからがこれが大問題で、もうあの行ってから結局30年間あのスペインに定住しちゃうっていう、まあ、結果になるんだけども、その理由としてはあのこれはもうそのベラスケスは関係なくてスペインがもっと、まあ、ベラスケスを生み出したんだから関係はあるかもしれないけども、あのスペインが持っているその非常なゲルマン以前のケルト文明、それがスペインのあのイベリア半島っていうのはすごく今でも色濃く残ってるわけ